どうも、ベアンでーす。ベアンの持っている、大量のプラレールをですね、開放しまして、まあ、その部材を気にせずに、広い場所で、とにかく時間も気にせず、思いっきりプラレールで遊べるイベントのグリプラ広場というのがあるんですけども、こちらをですね、9月の10日と9月の11日の2日間で、美肌の湯で有名な中山温泉さんでさせていただくことになっておりまして、いつもはですね、その広い場所で、レイアウトを組み立てて、自由に組み立てて遊ぶというようなイベントの内容なんですけども、今回はですね、ちょっと初めての試みでですね、レイアウトをね、あらかじめ作っておいて、まあ、持ち込みレーン、持ち込みレイアウトというふうなのをちょっと、やってみようかなと思いました。で、その持ち込み用の、レイアウトの方を組み立てたので、レイアウト紹介をやろうと思います。今回ね、組み立てた持ち込みレイアウトはこちらでございます。ザーンと。まあ、米安にはですね、珍しくですね、このめちゃくちゃな平面レイアウトですよね。この前、夏のですね、わらべ館のイベントで、まあ、持ち込み専用レーンというふうな形で作ったんですけども、今回はね、机関係なく、机を使わずにですね、こういうふうに絨毯の部屋に一面にレイアウトを組みました。で、この方がですね、小さい子供とかでもね、遊べるんじゃないかなと思い、まあ、机を使わなかったんですけども、まあ、こういうレイアウトをね、組み慣れてないというか、組み立て慣れてないので、まあ、ちょっと、苦戦しましたけども、なかなかいいレイアウトができたんじゃないかなとは思います。一応ですね、6伏線です。伏線。6レーンありますね、この。青い、直線を使ったところですね。青いレールのところ。で、この緑のレーンはちょっとその田舎のレーン、その路線をちょっとイメージしました。こんな感じでね。で、こうね、かっこいいですよね。この島式のホーム。で、真ん中が、対比線というか、通過線というふうな感じなんですけども。で、通過線用のね、駅がここになります。こんな感じでオーバルになってまして、まあ本当、これなら、その、一応一人一レーンとか、一人一路線か、っていうような感じで、6路線と7路線かな、で遊べるんじゃないかなと思います。で、一応ね、いつも自由に組み立てて遊べるというふうにやってるんですけども、どうしてもね、なかなか組めないっていうふうな方もおられたりするので、まあそういった方はですね、こちらの方の持ち込みレーンの方に持ってきて、プラレールをね、車両を持ってきていただいて走らせていただければなと思い、まあ今回組み立てたんですけども、初めての試みなので、まあ、そのお客さんにね、来ていただく子供たちとか、親御さんに、評判がいいかどうかちょっとわからない未知数なところがありますけども、まあこれね、今回ちょっと初めての試みで、お客さんから評判良かったら、まあまた、もうちょっと改善して、次回もこんな感じでレイアウト組もうかなと思います。で、まあ、その、将来的にはですね、ここの真ん中とかに立体レイアウトとか組んだりとかですね、まあ、ステージの方とか、そういったところに機関車トーマスのレイアウトを展示したりとかして、まあ、見ても楽しめるし、まあ、こういうふうに走らせて楽しめるし、まあ、組み立てて遊べるという、そこも楽しめるという、まあ、いろんな楽しみができるような、そのイベントに、このグリプラ広場をやっていきたいなとは思ってます。で、一応ですね、こちらの方が、持ち込み部屋というか、持ち込みレーンの部屋となっておりまして、こちらですね。こちらの広いステージがあって、こういうふうにホールがあるんですけども、こちらがですね、フリースペース、まあ、自由に組み立てれる、遊びができる、その、会場になります。めちゃくちゃ広いんですよね。普段は、おそらくね、段になっているところがステージというか、その、客席ですね。あそこが手前に出てきて、こういうふうなホールになってるんですよ。で、ステージがあって。で、今回でね、この米安の持ってる大量のプラレールを、皆さんに使っていただこうという感じのなってます。で、こちらの方のステージではですね、9月の10日のみになりますけども、一応N ゲージの、運転体験というのも、させていただこうかなと思いますけども、こちらの方に関しましては、イベント開始が10時になってますけども、まあ、10時からというわけにはいかないかなと思います。12時とかお昼過ぎとか、それぐらいには運転体験できるんじゃないかなと思います。で、時間とね、ちょっと余裕があれば、こちらの方に、米安がプラレールの運転体験の方もちょっと用意しようかなと思っております。
まあ、こういった形でね、中山温泉さんでプラレールのイベントというか、あのグリプラ広場をさせていただけることが本当にありがたいですよね。で、まあ、あのプラレールで思いっきし遊んで、で、まあ、場所が温泉なのでね、日帰り温泉に入って、まあ、疲れを癒して、あの一日ね遊んで体を癒せるというイベントになってますので、もしねこの動画を見てね、あの近くにお住まいの方がおられましたら、あの9月の10日と11日ぜひぜひ中山温泉の方に遊びに来ていただけたらなと思います。以上ですね、こちらの方ですけども、入場料がですね1人300円となっておりまして、2歳以下は無料になっております。で、中山温泉悠遊クラブナスパルというところです。で、ワクワクホールで、プラレールのイベントだけではなくですね、まあ、こういってパパママも楽しめるお店が出店という形で、お食事があったりとかスイーツがあったりとか、まあ、このブリトーとかめちゃくちゃ美味しいですよね。で、このクレープとかクッキーパウンドケーキとかね、で、癒しという、体の生態ですね、もあったりとか、もうこんなん最高ですよ、プラレールで遊びながらって。で、お子さんが、まあ、プラレールの夢中になってる間に、まあ、ね、大人はこっちの方の癒しをするとか、で、子育てのお悩み相談って形で、なんか子育てのね、相談を、とか、個性診断もできるようになっております。で、感染対策の方もね、定期的な換気と、マスクの着用と、あと、ね、この、施設の中に入るときにアルコール消毒をぜひぜひしていただければなと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。初めてね、組み立てた割にはいいレイアウトだったなと思うんですけども、ね、いいレイアウトだなと思われた方がおられましたら、ぜひ高評価の方よろしくお願いいたします。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。